女の人は、ツークーマンはここから2マイルほどだよ、と答えました。マルコは喜びました。そしてなくした元気を取り戻したように歩き出しました。しかし、それはほんのしばらくでした。彼の力はすぐに抜けました。けれども、心の中は嬉しくてなりませんでした。星はキラキラと輝いていました。マルコは草の上に体を伸ばして、美しい星空を眺めました。この時はマルコの心は幸福でありました。マルコは光っている星に話でもするように言いました。ああ、お母さん、あなたのこのマルコは今ここにいます。こんなに近くにいます。どうぞ無事でいてください。お母さん、あなたは今何を思っていられますか？マルコのことを思ってくださるのですか？マルコの母親は病気にかかってメキネズの立派な屋敷に寝ていました。ところがメキネズは思いがけずウェノスアイレスから遠くへ出かけねばならなくなり、コルドバへ来たのでした。その時母親は腫れ物が体の中にできたので、外科のお医者さんにかかるため、ツークーマンに診てもらっていたのです。けれども、大変な重い病気だったので、どれだけ経っても治りませんでした。それで手術をしてもらうということになりました。けれども母親は、私はもうこらえる力がありません。手術のうちに死んでしまいます。どうかこのまま死なせてください。私はもう苦しまずに死にとうございます。と言いました。主人と奥さんは、手術を受けると早く治るから、もっと元気を出しなさい。子供たちのためにも早く治らなければなりません。と静かに言って聞かせました。母親はただ、さめざめと泣き出しました。おお、子供たち、みんなはもう生きていないだろう。私も死んで行きたい。旦那様、奥様、ありがとうございます。何かとお世話になりまして、ありがとうございます。私はもうお医者様にかかりたくありません。私はここで死にとうございます。主人はそんなことを言うものではない。と言って女の手を取って慰めました。けれども彼女はまるで死んだように目を閉じていました。主人と奥さんとはろうそくのかすかな光でこの哀れな女を見守っていました。家を助けるために3000里も離れた国へ来て、あんなに働いた後で死んでゆく、本当にかわいそうだ。主人はこう言ってそこにぼんやり立っていました。マルコは痛い足を引きずりながら袋を背負って、次の日の朝早くアルゼンチンの国で最もにぎやかな町であるツークーマンの町へ入りました。ここもまた同じような町で、まっすぐな長い道と低い白い家とがありました。ただマルコの目を喜ばしたものは大きな美しい植物と、イタリーでかつて見たこともないように澄み切った青空でありました。彼は町をずんずん歩いて行きました。そしてもしか母親に会いはしないかと、女の人に会うたびにじっと見ました。女の人みんなに自分の母親でないか尋ねてみたい心持ちになりました。町の子供たちは4、5人集まってきて、みぞおらしい埃だらけの少年をじっと見ていました。しばらく行くと、道の左側にイタリーの名の書いてある宿屋の看板が目につきました。中には眼鏡をかけた男の人がいました。マルコはかけて行って尋ねました。ちょっとお尋ねしますが、メキネズさんの家はどちらでしょうか？男の人は
ちょっと考えていましたが、メキネズさんはここにはいないよ。ここから6マイルほど離れているサラジーロというところだ、と答えました。マルコは剣で胸を突かれたようにそこに打ち倒れてしまいました。すると宿屋の主人や女たちが出てきて、どうしたのだ、どうしたというのだと言いながらマルコを部屋の中へ入れました。主人は彼をなだめるように言いました。さあ何も心配することはない。ここからしばらくの時間で行ける川のそばの大きな砂糖工場が建っているところにメキネズさんの家がある。誰でも知っているよ、安心なさい。しばらくするとマルコは生き返ったように起き上がりながら、どちらへ行くんです、どうぞ早く道を教えてください、私はすぐに行きます、と言いました。主人は、お前は疲れている、休まないと行かれない、今日はここで休んで明日行きなさい、一日かかるのだから、と勧めました。行けません、行けません、私は早くお母さんに会わなければなりません、すぐに行きます。マルコの強い心に動かされて、宿屋の主人は一人の男をわざわざ町外れの森まで送ってよこしました。マルコは大変喜んで教えてもらった道を急ぎました。道の両側にはこんもりとした並木が立ち並んでいました。マルコは足の痛いことも忘れて歩きました。その夜、母親は大層苦しんで、もう息もキレキレに、お医者様を呼んでください、助けてください、私はもう死にます、と言いました。主人や奥さんや女中たちは女の手を取って慰めました。もう夜中でありました。マルコはもう歩む力もなくなって幾度となく転びました。けれどもマルコはお母さんに会えるのだという心が胸に湧いてきて、足の痛いことも忘れてしまいました。やがて東の空がしらじらと明けてきて、銀のような星も次第に消えてゆきました。朝の8時になりました。ツークーマンのお医者さんは若い一人の女子を連れて病人の家へ来ました。